listening to Shibuya Cross FM. Sakeminasu kono my heart. Donna toki mo soba ni.天使な黄昏。9月17日金曜日、時刻は18時を回りました。皆さんこんばんは、アンジュレーブです。この番組は私たちアンジュレーブが金曜日の黄昏時を盛り上げるガールズトーク満載のラジオ番組です。まずはメンバーの自己紹介からいきたいと思います。はい、リカマルこと鈴木優香です。ひめたんこと原ゆめこです。ゴンちゃんことゴンナナツミです。アリエルこと吉田先生です。ユアモンこと水野ユアです。ということで、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮しながら、渋谷シダックス1階サテライトスタジオより50分間の生放送でお届けします。本日は久しぶりの5人揃っての放送、そしてゴンちゃんが卒業前最後の出演になります。イエイイエイじゃないか。そうなんだ。イエイイエイ、愛の手みたいになってる。そうだよ。みんななんか何も考えずに言ったでしょ。ごめんごめん。はい、そしてスタジオの様子は渋谷クロス FM のホームページから動画で生配信されております。パソコンやスマホなどぜひお楽しみください。そしてもちろん地上波のラジオで聞くことができます。周波数 88.5 メガヘルツに合わせてお楽しみください。番組では普通オタやメンバーへの質問を受け付けています。さらにゴンちゃんが最後の出演ということで、皆さんからこの際だから聞きたいゴンちゃんへの質問メールを大募集。メールの宛先は info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp。 クロスの綴りは S を2つ重ねてください。それではここでアンジュレーブの曲を聴きください。アンジュレーブでリアリティ。迷う心を
届けしているアンジュレーブの天使な黄昏、お聴きいただいた曲はアンジュレーブでリアリティでした。さてここからは私たちの近況についておしゃべりしていきたいと思います。パチ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 。でも最近なんかそんな何もしてないよね。何もしてない。ライブがなくて。そうだね、この1週間ぐらいだね。そうか、感謝イベントとか、ね、確かに、うん、そうそう、なんか寂しい週末をね、私たちもみんなもあのやってると思うんですけど。はいはいはい。まあでもあのまず一つあのゴンちゃんが卒業する前に、うん、あのコロナ前に、うん、ちょうどコロナ前に発売したフルアルバムの、うん、あ感謝イベントがね、うん、そうだね、止まっていたので、うん、それを行っておりましたね。やったね。ちょっと待って、ゆあちゃんのさ、なんかあのラジオで伝わないこと言わなくて大丈夫、大丈夫。気づかなかった。めっちゃいいんだけど、めっちゃツボに入っちゃった、うん、いいね、前のめりで参加してるね。前のめりすぎ。なんかよくみんなちゃんとクーポン持ってたよね。ねあ、でも捨てた人いた。あ、いたよね。なんじゃないの、うん、捨てちゃったとか。1年半さやらなかったらみんなやらないって思っちゃうよね。うん、ごめんねって思いつつ。お待たせしました。懐かしい。ごめんなさい。そうでも、ね、ゴンちゃんが卒業しちゃうとできなくなっちゃうから。そっかそっか。卒業前に、卒業前にできてました。まあ一応は終わったのかな。一応終わったね。ね、イベント系は終わって、あとは引き換え、引き換え。そうだね。そうだね。引き換え、ポストカードと生写真といつでもチェキ券。そうそう。この間はね。なので、かわいいよね、これ聞いてもし思い出した方もよかったら引き換えに来てください、うんうん、はい、来てください、うん、はい、はい、そしてですね、うん、ん？セカンドツアーのタイムのダイジェスト映像が公開。お、そうだ、沖縄じゃない？あ、沖縄、確かに沖縄の映像出てた。なんかさ、あれさ、うん、夜中に姫見たんだけど、一、う、人、ん、ね、なんか風呂場のゆあちゃんがおもろすぎる。ね、なんかさ、あれさ、あの沖縄のその場のテンションでやるけどさ、あれを後から冷静になってから見るのちょっと恥ずかしいよね。うん、でもなんかさ、ちょっと立ってるしね。そうそう、でもなんかあのさ、サングラスかけたのさ、パリピーモンって言ってるんだけど、最近なんかさ、あのオンライン、あ、パリピーモン、パリピーモンじゃない、パリピーでね、パリピーモンって言ってるんだけどね、最近オンラインチェキやると、あの全然パリピになっちゃうのに、パリピでできますかとか言って、なんか結構人気なの、パリピでお願いしますみたいな。パリピ求められてる。今回のもあった、パリピでできますか、需要あるじゃん。でもさ、ちゃんと現地でサングラス買ってさ、そう、買ってた、なんか求められてるような気がして。あれ現地で買ったんだ。現地で買ったよ。なんかでもさ、みんなに一緒にやろうって言ったじゃん、でも断られたじゃん。え、今回誘われたくて。誘われたよ。今回誘われた最初ね、なんで記憶から消されたのあれ誘われたっけ。誘われたよ。なんかの時は誘われた気がするけど、一応ね、誘ったの、みんなでやるでしょって言ったら、うん、ちょっと遠慮しとくわって言われた。そうだけど、無意識に遠慮しちゃってたみたいな。無意識に、無意識だったね。でもね、あれもね、いい感じでしたよね、あの編集が。なんか、うん、ゆあちゃんのさ、うん、フロッパの一番最初のなんだっけ、ナンクルナイサー、あ、なんだっけ、なんだっけ、ハイサイメン、それナンクルナイサー、ゴーヤー、え、ゴーヤーって誰が言ってるの。ゴーちゃんが言ってるの。その後ゴーヤーって言ったの、みんな気づいたかな。気づかなかった。ゴーヤー気づかなくて、ゆあちゃんのナンクルナイサーに持ってかれちゃった。ねえ、でもしっかり入ってたよね。ゴーヤーだったんだ。ゴーヤーって言ってた。めっちゃ面白かったね。てんこ盛りだったね。てんこ盛りだったね。沖縄、うん、なんかあのゆあちゃん の、 その最初のやつはみんなで言おうねって言って、うん、ちょっと練習はして、したんだけど、え、本番どうだったっけ。本番ゆあちゃんしかほぼ言ってない、うん、ねえ、みんなすぐ本番消えるんだから。ちゃんとマイクにもでもすごい大きく乗ってたから、うん、本当に、うん、一人でよかった。そこはもう使命感だよね。でもなんか何も言わずちゃんとさ、なんかサングラス用意して、うん、ちゃんと自分でつけて外してってやってね。そう、最後は、はい、綺麗に終わらせました。けなげだね。けなげ、けなげ、けなげ、けなげとは、うん、なんかさ、沖縄のやつじゃないんだけどさ、なんか、うん、北海道の、うん、ツアーじゃなくてさ、昼間にやったライブ、うん、のやつも あるんだけど、うん、それのテルミーのゴンちゃんがのセリフめちゃくちゃ噛んでるの。あれ動画見てほしい、みんなに。動画上がってたやつだよね。多分見てると思うんだけど、めっちゃ噛んでんの。なんか分かりやすい髪だ。あのね、噛んでるんじゃなくてね、うん、セリフね、忘れたの。あ、そうだったの。
なんでこれやばい。なんで、そう、なんかすっごいごまかしちゃった。忘れさせてなかった。そう、なんか髪をなんかほどきながら、めっちゃ噛みながらって。なんでそれ使うの。確かに、そういうとこあるよね。確かにあるよね。ああ、それ使うのみたいな。私その日で言うと、うん、あのスターリーナイトがめっちゃ久しぶりにやった日で、ね、うん、もう振りを忘れちゃう、間違えるとかですね、もう忘れちゃうっていうのなんか何か所かあった。あるよね、ピンチだったね。あれピンチだった。あれからなんかちょっとなんかスターリーナイト恐怖症になったの。恐怖症なんないで、久しぶりだったもんね。そう、ちょっと恐怖症になったけど、ね、分かるかもしれない。でもまた最近ね、あの、うん、セトリに直近でも入れてるので楽しみにしててください。楽しみにしていてください、はい。そしてですね、はい、なんと東京アイドルフェスティバルに出演が決まっていたんですけど、はい、はいはい、アンチュレ初のホットステージが決まりました。びっくり、勝った、嬉しい、念願ですね。やっと来ましたね、初めて、そう、アンチュレとして初めてで、うんうん、なんかぶっちゃけメインとか無理なのかと思ってた、うん、なんか、ね、結構デフでメイン取るのって難しいじゃん、ね、難しいよね。そう、だから無理かなと思ってたけど、うん、なんか入ってたし。すごい嬉しい。なんかしかも昨日レッスン帰りにゴンちゃんにおめでとうって言って、ね、嬉しかった。嬉しい。なんか私が加入したすぐの時に、うん、みんながホットステージ立ちたいって感じで言ってたのすっごい覚えてて、なんかゴンちゃん立てないみたいな。お願いされたの思ってて、ゴンちゃんマイクありそうみたいな、そんなすごいなんか権限とかないからけど、なんかそんなに立ちたいんだって思ってめっちゃ感動したの私。あ、そうやってやっぱみんな思ってるんだって思って、そこを一つの目標として頑張ってきたから嬉しい。ねえ、嬉しかった。ね、あるんだって思った。メインあるんだ。ね、嬉しいね。結構いいとこでね、いいなんだ、いいきっかけになるといいなって。そうだ ね、 うだ ね、 ね、見てもらえるかな、ね、そうそう、みんなもね、うん、喜んでもらえたので、ね、嬉しかったですね。スカイもだってトップバッターですよ。ね、そうなんですよ、初めて、初めてトップバッターと。めっちゃ気持ちよさそう、ね、気持ちよさそう、ね、めっちゃいい朝だ。確かに、おはようございますって言いたい。やばいやばい、何時入り、何時入り、確かに何時入り、おはようだ、寝てる寝てる、8時入りとかあるじゃない。大丈夫、起きれるか心配。起きれますか。やばいやばい。ファンの方がツイッターで、あの、うん、スカイステージって上まで結構上がらなきゃいけないじゃん、うん、めっちゃ階段大変らしくて、うん、朝一の階段やばいとか。ファンの人ってあれ階段で上がってるの。そうだよ、途中まではあるんじゃない。エレベーターまであって、途中から登るんだよね。そうなんだ、そうなんだ、大変。朝から運動だ。なんかさ、夏だったらさ、うん、10時半でももう暑いよねってなるけど、うん、10月だから涼しいのかな、まあ、朝だよね、多分、まあ、朝涼しいからありがたいな。じゃあ、いい朝だね、目を覚ませてみなさいね。悟りが気になるところだけど、そうだね、朝っぽい、朝っぽい感じにするか、爽やかな感じに行きますか。そうしよう、そうしよう。どうする、朝からセフィリアとか。やばいやばい、みんな起きてないよ。うちらが死ぬよ。うちらもやばい。なんか動き鈍くないみたいな、重い、辛いから。面白い。ちゃんと動けてないやんみたいな。そう、まあでも今年も無事に開催できることを、ね、祈って、ね、皆さんも楽しみにしててください。はい、なんかふつおたとか来てます。ふつおたね、来てましたよ。あ、ふつおた、ちょっと待ってね、1個じゃ読みます。読んで、ラジオネームちょっとさん、はい、こんばんは。皆さんこんばんは。こんばんは。台風14号が近づいていますね。あら、自分の誕生日付近に台風が近畿地方に上陸することが多い気がします。読んでるのか。災害が多い日本ですが、アンジュラの皆さんはいざという時に何かを準備していたりはしていますか。あ、だって、カップラーメンはいっぱいあるけど、いつもそうなんだ、確かに、うん、でもカップラーメンあってもさ、うん、お湯を作るものがなかったら意味ないよね。なんかね、水でもできるらしいよ、あれ。あ、なんか言うよね。そう、30分ぐらい待てば、絶対美味しくないけどさ、そうなんだ、災害か。なんかさ、うん、なんだっけ、あの、都心にしょ、なんかめっちゃでかいさ、うん、地震がいつか来るって言われてるじゃん。南海トラフみたいな。あ、そう、それ考えないようにしてる、怖いから。なんかそういうのをさ、テレビとか YouTube とかで見るたびに、うん、なんかその防災グッズとか
買わなきゃなって思いながらずっとやってない。わかる。防災グッズって何？何が入ってたらいいの？例えば、なんかランプとかラジオとか、うん、あとなんか簡易トイレとか、うん、なんかそういうなんかちょっと便利なグッズ。ああ、そうか。なんか2、3日は絶対ちゃんとなんか生きてくるみたいな。確かにね。全然なんか何年か前にさ、台風が日本直撃、東京直撃するみたいになってさ、あったね。あったよね。みんな絶対家から出ないでねみたいな、社長からもさ連絡来てさ、もうね、ライブとかも中止になっちゃって、引きこもったじゃん。なんかその時になんか窓が割れたら危ないから、なんか窓に段ボールとか養生とか貼ったから、なんか大丈夫だよって言ったら、やったのめっちゃ一生懸命。全然何も起きなくて、あれみたいな。わかるわかる。しかも養生テープめっちゃなんかスーパーで売り切れ祭りみたいな。わかるわかる。なっちゃってて、わざわざ事務所まで取りに行ったのに、前の日に。明日台風来るらしいから。養生もらいに来ましたとか言って行き込んだのに、全然なんか結局そんなに大丈夫だったよね。すごいしっかりしてるね。でも初めてあんななんかこんなすごい腕上げて上の服一生懸命貼った自分で。でも私も貼ったわあの時ね。なんかもうなんかすごかったよね。みんななんかツイッターでバズってたそれをね。みんなやって、あと犬姉妹みたいな。そうそうそう、犬姉妹。そう、外飼いのね。なんかでもさ、初めてだったけど、その外の道路とかで、なんかあの避難勧告みたいな、なんていうの、その警報みたいなさ、車走ってなかった。なんか、そうなの、避難してくださいみたいな、なかったよ。なんかそういうアナウンスとか、なんか流れてて、なんかリアルにこんなことあるんだと思って。なんかその時に、なんか普段やってないってことは慌てて慌ててこんななんか貼ってやってるから、何も用意してないから。そうだよね。え、あれ伝説のさ、飛べるジュエルビートでしょ。そうだよね。そうだよ。飛べるジュエルビートが2、3回延期したよね。そう、リアルに飛んじゃったって話でしょ。そうだ、イベント飛んじゃった。イベントが飛べる、そうそう、飛べるジュエルビートになっちゃった。一生来なかったもんね。そうだ、何回もね。え、あれって台風でダメになっちゃったんだっけ。中止になったんよ。2、3回。台風で1回中止になって、その後コロナで延期になったのも中止になっちゃってみたいな。でもう二度となくなった。そうだって、もう今着席が多いもんね。そうそうそう、一生飛べないジュエルビートになっちゃった。そうそうそう、なんならもう立つこともできないみたいな。確かに立てない。そうそうそう、そっか、懐かしい。懐かしいね。懐かしいね。そんなのもあったね。あったね。あったね。意外とだってもう2年前ぐらいなんじゃない。あ、そうそうそう、そうだよね。だって私覚えてるもん、あれでなんか AJ 祭の発表したじゃん、なんかリレー、ショールームリレーみたいな。え、あ、そうやったよね。家にいて、大丈夫な人はなんか AJ みんなでなんか一人30分ぐらいのショールームリレーやりましょうみたいな。やったかも。やったやった。やったよね。そう、で、あの時にあの私、あの iPhone 11 Pro に変えたばっかりだったのね。で、他の人が多分割とそれよりも前の携帯を使ってる人だったっぽくて、私のターンになった瞬間に、なんかコメント欄が画質が切れすぎる、画質が切れすぎる。そんな違うんだ。みんなコメントしてる。私の回でよかったって思ったの、その時。強いわ。そう、なんかナーセちゃん、あのシエルのナーセちゃんが私の前か前前かなんかで、なんか多分古い感じの。ナーセちゃんはナーセちゃん古いの使っといてほしいね。イメージ、なんか最新機種とか出して。そうそうそう、可愛い。可愛い、言われた、可愛い。そう、そんな感じでした。まあちょっと結構近況というよりも前の話になってしまいましたけど、でもなんかね、そのメールくださった方が、の明日のライブは思い出がたくさんな、ゼップのライブは思い出がたくさんなので台風はそれてほしいって言ってるから。あ、そうだね、そうか。みんなでてるてる坊主作って、リカちゃんいるから大丈夫。リカちゃんがそうじゃ、晴れ女、最強の晴れ女がいるから。そうなんですよ、大丈夫かな。明日は多分わかんないけど、まあ名古屋は大丈夫だから。名古屋は過ぎ去って、明日も台風が来ないといいね。リカちゃんパワーで、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。ということで、それではここで一曲お聴きください。アンジュレーブでリミテッドコンプレックス。Oh,
送りしているアンジュレイブの天使の黄昏。お届けした曲はアンチレイブでリミテッドコンプレックスでした。続いてはこちらのコーナーに参りましょう。題してゴンちゃんに聞きたーい。そのまま。めっちゃストレート。シンプルすぎて。はい、ゴンちゃんが番組最後の出演ということで、この際だから聞いておきたいさまざまな質問に答えてもらおうというコーナーです。はい、はい、来てますいっぱい、ね、いっぱい来てそう。じゃあ、いっぱい答えてもらおう。はい、じゃあいっぱい答えてもらいたいと思います。まず、はい、ラジオネームドリームさん、ありがとうございます。アンジェルの皆さんこんばんは。こんばんは。そしてゴンちゃんご卒業おめでとうございます。ありがとうございます。ゴンちゃん推しとしては悲しいですが、推しの新たなスタートを応援してます。突然ですがここで質問です。はい、私はセフィリアを踊ってる時のゴンちゃんが本当好きです。ダンスのキレの良さと魅力的なパフォーマンス、そして声が可愛く美しい。私もダンスを習っているので、見せ方で何か意識していることがあれば教えてください。そんなことです。ダンス習ってるんや。私もって書いてあるから女の子かな。女の子か。あ、ドリーム。そういうことか。ドリーム、すごい勝手におじさんだと思ってた。ね、どんどんなんか、あれあれあれ、ね、私もって書いてそうだね。意識、目線と、あ、目線はダンスじゃないな。大事だよね。でもね、なんだろうな、指先と、うんうんうん、あとはなんかこうカシャカシャってこうカメラ撮られた瞬間に綺麗になってる、うんうん、あー、どこで抜かれても綺麗な、ポーズが綺麗みたいな、ポージングしてるみたいな意識と、 あ、うん、あとラインだから、それもラインで、うん、例えば手まっすぐさ、うん、横にバッて伸ばした時に、うん、こうなんかちゃんと綺麗に一本の線が伸びてるみたいとか、直線、うん、自分が今どういう直線になってるか、うん、なんか線を作ってるかっていうのを、うん、こういっぱい見て研究したら、うんうんうん、うまくなるかもしれないです。すごい、すごいな。簡単に言ってるようですごい難しいことだよね。めっちゃ難しい。確かに。やってみると多分すごい難しい、うん、難しいよね、うん、なんか自分が思った以上に手が上がってなかったりとかするから、うんうん、どれだけ動画見るのと、うん、あと好きなアイドルさん、こうなりたいっていうアイドルさんのなんか真似をするのが一番早いかもしれないです。ドリームさんはゴンちゃんの、はい、そうだね、真似したら、うん、ね、うまくなれる、ね、確かに、ね、ぜひいっぱいアンジュレームの動画見てください。ごちゃんの動画再生回数いっぱいあるもんね、YouTube に動画、はい、じゃあ続いて、はい、ちょっとダンスつながりで、はい、いきます。ラジオネーム、アンジュレスキスキボットさん。アンジュレの皆さん、こんばんは。こんばんは。ごんちゃんに質問です。はい、そのダンスつながりでいきますね。ゴンちゃんはダンスの振りを覚えるのが早いイメージがありますが、うんうん、実際のところはどうでしょうか。またアンジュレの曲で振りを覚えるのが難しかった曲を教えてください、うん、卒業まで全力で楽しんでください。全力で応援しています。ありがとうございます。ゴンちゃんめっちゃ早いよ、振りを。早いよ、ね、うん、その場で覚えたりするもんね。めっちゃ早いと思うよ。え、でもなんかリカちゃんの方が早いっていうイメージがあったかも。どっちも早いけど、どっちも早い気がする。私は遅い。私も遅いかな。遅いかな。遅い。頭入んないの。ゆうちゃんはゆっくりだよね。ゆうちゃんなんか真っ白になってる時あるたまに。そう、なんかもうその日じゃ覚えられないの、うん、パンクして。そう、お家で考え直さないと頭に入る。そうだよね。だからわかるわかる。そのまま結構ね、うん、頭飛んでる。うん、わかる。振り入れした日とかはちょっと厳しいよね。そうだね。すぐにはできないタイプ。で、質問なんだっけ。え、なんで早いの。なんであの振りを覚えるの早いのって。でも慣れじゃない？経験だったの。最初はそんなに早くなかったから、うん、その先生が、うん、あの振り付け踊ってくださるじゃないですか、うん、それをあなんか目が良くなるんですよ。あ、何年か何年もやってたら目が、あの目が視力とかじゃなくて、あ、こういうことを踊りたいんだなっていうのが理解できるようになる。そう、すぐ、あ、これをやりたいんだなって理解できる。
DJ の曲は分かる。あの他のアイドルさんの曲カバーするときは難しいってなるけど、確かに AJ の曲は慣れた。AJ の曲は分かるよね。確かに確かに、多分これだなみたいな、これやったよねみたいな。 AJ 曲以外踊れなくなるもんね。そうそう、あこれの応用ねみたいな感じで、確かに目が慣れてきて多分早くなってくるのかもしれないんですけど、でもアンジェレの曲はなんかその振りが難しいっていうよりかは、うん、フォーメーションのチェンジがめっちゃ多くて、ダミも細かいしね、鬼細かいよね。あの前のグループ同じ5人だったんですけど、うん、あのね 0.75 とか、うん、そのバミリ、うん、が細かい点なんとかがなくて、うんうん、そうなんだ。そう、最初なくてすごい複雑で、あの、うん、ポジショニングが一番、だって最初さ、何人だっけ、8、7とか7の時もあったたりとかして、そんなのやったことないから、大人数で。そっかそっかそっか、そこに一番手こずりました。打点子の移動とか、むずいよね。打点子難しいよね。今そう、どこにいるのみたいな時代で、確かに感じで、ね、そうだからちょっとすごいなって感じで見て感動してましたね、その時は。どの曲がちなみに難しかったの？打点子の、打点子、うんうん、そう、天使むずいよ。でも私本当にあのアンジェレ加入するあのサポートメンバーの時に、うん、あのこれ言ったことあるかもしれないんですけど、うんうん、アンジェレのみんながあの打点子を踊ってるのをこう見学させてもらってて、うん、スタジオで、まだ覚えてない時、とりあえず打点子踊るわみたいな感じでみんなが踊ってくれて、うん、それ見てなんか泣いちゃったの。なんかかっこいいみたいな感じで、後ろでこそっとかっこいいみたいな感じで、そう、嬉しい。そうなの、へー、嬉しい。確かに打点子は感動した、すごいなみたいな、なんかパワフルな感じが今までなかったから、こんなにがっつり踊るんだみたいなかっこよさが、そうなんだ、へー、やった、嬉しい。はい、ラテンシュでした。ラテンシュでした。ラテンシュでした。じゃあ次行きます。はい、はい、ラジオネームカズさん。カズ、ありがとう、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。に質問ですが、卒業ライブの後は何が食べたいですか？僕は胸がいっぱいで何も食べられないの。かわいい。ゴンちゃんは何食べるって、あ、でもゴンちゃんが言ったら、うん、あ、今日終わった後ゴンちゃんこれ食べてるから俺も食べようってなるほど、なるほど。みんな知ってるでしょ、私が気分屋なの。今言ったの絶対も絶対違うね。食べないよね。でもいっぱい踊るからお腹すくんじゃない、うん、って思うけど、でもすっごいさ踊るじゃん、歌って、うんうんうん、なんかもう疲れてコンビニ飯とかかもしれない。あー、逆にね、確かにそう、もうヘトヘトになって帰って、確かに、で、コンビニ、セブンイレブンで多分、うん、あの、なんだっけ、あのめっちゃラーメン、こってり、ニンニク入った、うん、何？あのチンして食べる方のやつじゃん。そう、チンして食べる方の、あー、なんかあったよね。そう、豚肉が乗ってる、あー、黄色のパッケージとか、あー、それ、ど忘れしちゃったんだけど、なんだっけあれ、もう、あれでも一気にカロリー摂取できるし、うん、確かに。あれかな、多分、あれをチンして家で食べてるかも。ラーメンでした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 。ラーメンチュルって入る。ラーメンでした。可愛くない、可愛くないね。次いく、うん、次いきましょうか。次は、ラジオネームいのっちさん。いのっちさん、いのっち、アンジェレの皆さんこんばんは。夏が終わり秋もいきなり来たような印象を持つ今日この頃ですね、うん、ね、素敵なこと言う。ゴンちゃんに質問です。はい、ゴンちゃんのアイドル人生、幸せに感じることはたくさんあったと思いますが、何か一つエピソードをあげるならお願いします。改めてゴンちゃんの卒業までもう少しだけど、最後までその勇姿を目に焼き付けたいと思います、とのことです。幸せな瞬間は、幸せなエピソード、でもさっき言ったのだったらやっぱりさ、目標にしてた、うん、あの TIFF のホットステージが決まったりとか、うん、なんかみんなで頑張ってきて、うん、何かその目標が達成できた瞬間、うん、そうそう、なんか大きいステージ立てたとか、うん、この間だったらアットジャムのストロベリーメインステージに、まあ、2回立てたじゃん、うんうん、確かに、そうそう、そういうなんかこの努力が報われた瞬間が、うんうんうん、一番やっぱ幸せかなって、うん、思いますね。長いもんね、ゴンちゃん10年、そうそうそう、一個一個叶えてきたわけだしね、うん、そうだね、
確かにやってられないもんね、なんか何かが叶わないと折れちゃうよね。確かに、ね、ここまで続けてられるのはね、確かに確かに、ね、そうだねかな、うん、はい、一つじゃなくて達成したものがあった時、うん、そうですねでした、うん、でした、でしたまだいけるまだいける、まだいけますね。次、はい、ラジオネームリミコン歩きたい、あら一緒に歩きたいよ、リミコン歩きたいよ横に出るよ歩こう、おもろいな割と広くないと思うよねめっちゃ面白いゴンちゃんへの質問です、はい、メンバーの私しか知らないであろうライブ中のここの曲のここが好きってところはありますか。えでこの方はリカマルの Be With You でいつも一人ぼっちで腕ブンブンしてるって例で送ってくださってます。腕ブンブン、あ皆さんのゴンちゃんのここが好きっていうのも聞きたいですってことで、いっぱいあるけどパッと確かにパッと出てこないね、なんだろうな、なんだろうな、なんかさ、ライブ映像とか見てたら、うわ、こことかなるんだけど、ね、あったあったあった、そう、この間私それ、うん、画面録画したんだけど、うん、タイミングの最後、ゴンちゃん一人でセリフ言うじゃん、うん、パート最後のパート、うん、終わった後にニヤってするのがめっちゃ好きでこの間、ニヤってした後に次、リミコンだっけな、うん、かかった時にガーって髪かき上げたのが、うん、映像に残ってて、すげーってなって画面録画した気がするなんか余韻が上手だよね、ゴンちゃん立ってるだけでさオーラをすごい出してるから、それで絵が持つのほんとすごいと思った、すごい、だってああだと次の曲だと次の曲みたいな顔しちゃうもん、かわいい、かわいいしてない、よくどんな顔、わかんないんだけどどんな顼どういう感じ、じゃ天使でドーンってなんかドヤ顔みたいにして終わったのに次の曲がいたらんみたいなしてる、なんか知らない、そんななんかさこう余韻残してさこうみたいな、かっこいいってなって面白い、本当にかっこよかった、飽きさせないよね、なんかそのつなぎも全部さ、うん、パフォーマンスみたいな、うん、移動も全部みたいな、でもあの私姫子の、うん、なんか堕天使めっちゃ好きなんでね、堕天使、あの堕天使ソング、堕天使ソング、そう、なんかすっごい悪い感じ、例えば悪い感じ、悪い感じ、悪い女、え例えば、うん、なんだろう、ちょっとパッと出てこないの、いっぱいあるね、いっぱいあるよね、なんか言って自分で、でも結構タイミングのさ見せてあげようみたいなあそこでめちゃめちゃドヤ顔してなんか見せてあげるわよみたいなめっちゃ出ててそこ好き、すっごいドヤ顔してんのあそこ、本当にさなんかさレコーディングしたじゃん、で、まあ、曲完成してさみんなでなんかそのレッスンかなんかの時にさなんか姫子のここ好きみたいな感じでみんながさなんかふざけて言ってきたからさすっごい歌いづらいなんかもうどういう感じでもかっこよくできてたよ、あれあの冗談じゃなくて結構リアルにすごいよかったよ、なんか一番好きってレベルだよ、分かる分かる、めっちゃ好き、めっちゃ吠えてたじゃん、だってあの作ってくださった方も、うん、そうだからね、毎回そこはちょっとね気合い入れて気合い伝ってきた、気合入ってたわ、気合入ってたわ、なんかすごいゆうちゃんの真似の仕方が悪いね、盛り上げよう、最初みんなが言ってきた時そういう感じのテンションだった、絶対真似できるやんと思う、真似ができない、あれできないよね、あれはよい、独特だよね雰囲気が、うん、なんかね、堕天使の、うん、新しい感じで、うん、新しい、わかる、めっちゃいいと思う、うん、いいね、でも結構そのゴンちゃんのさその動画見てゴンちゃんのこれいいなって思ったのとかめっちゃ真似するけどね、うん、できてないけどできないんだけど、ね、そうなんかこれ真似したいなみたいなとか、でもあるよねみんなも、ん他に他に、うん、だ私ばっかり言われて、なんで私いい、だからゴンちゃんのいいところをみんな言うんだよ、そうそう、ゴンちゃんでもありすぎるからな、ゴンちゃんもう本当にうまい、結構曲中にゴンちゃんと自由に絡むところが好きで、うん、結構割とさ、ユアスマとかめちゃめちゃ自由に遊んでない、知ってるそれ、知ってる、知らないか、知らないか、えあのサビのところでさ、いつもさ、お尻触ったり頭触ったり、それめっちゃ知ってるの、全然知らない、見えない、そう、ずっとのとこで手あげるときにまずゴンちゃんにお尻触られたら、あ、これはスタートの合図だと思って、うん、その後、頭めっちゃビーってゴンちゃんの頭触ったり遊んでさ、遊んでるの知らない、知らなかった、ファンの人がユアスマはゴンちゃんって言うのもイチャイチャソングだっつってた、そう、結構遊んでるよね、そうなの、そうなんだ、そう、知らなかった、しょっちゅう、ほんと結構ね、遊んでる、へぇ、そうなんだ、いいね、なんかヤスマのさ、おじさんの時にさ、うん、ゴンちゃんと
スマイ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 、語呂悪すぎる。ちゃんとスマイスマイってやった。語呂悪すぎやろ。確かに。でもなんか確かにゴンちゃん、なんかちょいちょいさ、その時によってなんか攻撃してきたりとかさ、なんかちょっとふざけたのやってくれるから、うんうん、なんかおってなるんだけど、なんかそれを今度違う時に私がやろうとすると、なんか今日はそういう気分じゃなかった。失敗したみたいな。やれた。結構ある。今日は違ったんだ。ごめん、本当にその日にやんなきゃ。その時にやり返された。でもそういう時なんかとっさなんだよ。とっさだからあっみたいな感じで終わっちゃうんだけど、だから次回はやろうと思ってやると、あっもうこうじゃスーって言って、あ、今日じゃなかった、今日は違った、今日は違った。ちょっとごめん、最後に一個言わせて。いいよ。あのキスミハッピーのリカちゃんのレベルアップが好き。それだけ言わせて。レベル指やってるよね。やってるよね。やってるっけ。待って、可愛いよね。やばい、今両端だからさ、そうやろうかな。なんか真似一緒にやろうかな。女子力レベルアップ。指指さして今踊ってますよ。なんかここだけ言わせて。プロパートのところ、うん、なんか結構自然にやってることが多いのに、うん、毎回同じことやるから振り付けだと思われること多くて、あれソロだよね。でも恥ずかしい、無意識すぎる。みんなでレベルアップしよう。みんなでみんなでやろう。早くやりたい。マニアック、マニアック。マニアックのやつ思い出した。最後の最後によかったよかった。よかった。リカちゃん推しだろうから、この人。そうね。ぐらいかな。面白いかな。答えられた、ね、もっと続きしたいけど。じゃあまあ気になる方は残りのライブの特典会とかで聞いていただいて、はい、はい、締めたいと思います。ということでゴンちゃんに聞きたいコーナーでした。ここで1曲お聴きください。アンジュレイブで星空プラネタリウム。
生放送でお送りしているアンジュレームの天使の黄昏、お届けした曲はアンジュレームで、星空プラネタリウムでした。さて、あっという間にエンディングの時間ですが、今回の放送はどうでしたか、ゴンちゃん。いや、もう楽しかった。最後盛り上がったね。盛り上がったね。楽しかった。でもこの番組も多分始まったのがちょうどゴンちゃんが入ってすぐぐらいそうだ、ね、の時だから、ね、最初は衣装着てたしね。衣装着てた、衣装着てやってた、やってた。やだーやだーってなったもんね。なったそう、でも初っ端からね、結構すぐね、嫌なってなったもんね。はい、ということで最後にアンジュレームから告知をします。明日はですね、ゼップ東京にて私たちの所属している事務所のライブがあります。なんとこちら1000円となって価格です。待ち時間もたっぷり、めっちゃたっぷり、びっくりした、長くてで、詳しい、出演時間は決まっては、決まってじゃないね、告知はされていないんですが、まあ黄昏時ぐらいの時間に出演しますのでよかったら見に来てください。そして日曜日と月曜日は名古屋に行くので、よかったらそちらも遊びに来てください。そして9月26日私ゴンナ夏美の、卒業ライブが大手三井ホールで行う、大手町三井ホール行われるのでぜひ来てください。お願いします。さらに次回の番組宛てのメールも募集中です。普通歌質問メールをどしどし送ってください。メールの宛先は info@crossfm.jp info@渋谷crossfm.jp クロスの綴りは S を2つ重ねてください。はい、というわけで、はい、ちょっとメールは厳しい、1個読める、1個読もう。じゃあじゃあさっきのあのゴンちゃんへの質問の続きで、はい、うん、はい、ラジオネームひとえで何が悪いさん、はい、アンジェルの皆さんこんばんは。こんばんは。ゴンちゃんに質問です。定期的に髪の毛を短くしたいとおっしゃっておりましたが、卒業してから髪の毛を短くするご予定はありますか、とのことです。いずれは、いずれはとのことでした。いずれはとのことでした。いずれはいずれはとのことでした。見れたらいいですね。はい、ということで次回の放送は10月の15日金曜日を予定しております。時間は同じく18時、出演メンバーは決まり次第お知らせします。それでは次回もぜひ聞いてください。ここまでのお相手はアンジュレームでした。バイバイ。叫び出すこの